こんにちは、君島みつきです。ほぼ週刊君島みつきへようこそ。あれ、カメラどこ？ここ？あ、こっちか。はい、ということで今日は夜から撮影なんですよ。夜って言ってももうど深夜25時からだから夜中の1時からかな、撮影なので夜ご飯を食べてから向かいたいと思ってるので、この動画を今撮ってます。今日はチキン南蛮とお味噌汁、ご飯と納豆です。チキン南蛮はこんな感じ。ピント合ってくれ。では、食べていきたいと思います。いただきます。よいしょ。お水持ってきたよーん。ちなみに食べきれないので、小さなお皿に移してきました。ちょっと雑かもまずはお野菜から。深夜からの撮影久しぶりかもしれない。初めてではないけど久しぶりだね。なんか深夜のテンションで楽しくなっちゃいそう。ベジファお味噌汁。お味噌汁の具材は、あ、ちち、ああ、こぼれちゃう。玉ねぎと、しめじ。なんかもっとしめじっぽいしめじいないのかな。あ、いたいた。しめじ先輩が入ってます。今日もさ、ちょっと食べながら喋っていこうかなと思って。あのね、この間ね、友達とこの話になって、みんなに聞きたいなと思って、今回ね、話そうと思うの。みんな、遅刻ってどれくらいなら許せますか？でね、遅刻どれくらいなら許せますか問題。自分が待つ側ね、自分が遅刻をされる側として、相手の遅刻をどれくらい許せますかっていう。チキン南蛮、うん、うん、最高。でね、私はどれくらいだったら待つの許容範囲かなって言うと、まあ、時と場合にもよるし、相手との関係性にもよるんだけど、1時間待てるかな。1時間半はちょっと長いかな。1時間だったら待てるなって思うのね。逆に10分遅れるねとか、20分遅れるねとかの方が、どうしたらいいかわからないもんだありませんか？例えばね、駅での待ち合わせとかだったりするじゃない？そのどこか目的地があって、駅まで待ち合わせする。あ、じゃあじゃあ、うん？駅で待ち合わせしてるってなった場合に、例えばさ、最近みたいにさ、すっごい猛暑？もう暑い中での待ち合わせかもしれないし、冬とかだったらすっごい寒い中での待ち合わせかもしれないじゃないですか。でね、そうなった時に、10分、15分とか20分とかの遅刻って、その場で待つか、ちょっと移動するかっていうの、すっごい迷いません？納豆。なんかね、なんだろう、まだ、その近くにカフェがあったりとか、ちょっと涼めるようなコンビニのイートインスペースがあるようなコンビニがあったりとか、入って時間を潰せるような場所がすぐ近くにある場合はいいと思うんだけど、10分とかだと、例えばじゃあカフェに入りました、時間を潰すために。でね、その席まで店員さんに通してもらって、自分で注文してから持ってきてもらうタイプのカフェだったら、もう10分とか15分ドリンクが来るか来ないかっていう時でもあると思うね。だからその10分15分とかって、カフェに行くかどうかとか、どっかで時間潰すかどうかっていうのもすごく迷っちゃうというか、超ギリギリだから、結局私の場合は、じゃあ10分15分遅れるねって言われた場合は、その場、待ち合わせしてるその場で待つの。でもその場でずっと待つっていうのもさ、暑かったり寒かったりするから、なんかどうしようかな、どうしようかな、別に怒ったりもしないし、どうしようかなってすごい迷う瀬戸際が10分15分。そのもう30分遅れてくるよって言われたら、調べて携帯で近くにカフェとかがあったりとか、歩いて5分ぐらいのところにあるとかなら、もう30分待つってなったら迷いなくカフェに行ったりとか、そのイートインスペースがあるようなコンビニでちょっとコーヒー買って飲んだりとか、30分は全然そういう時間を潰せるなって思っちゃうので、1時間とか1時間ちょっと遅れるよっていう場合は、まああんまり滅多にないと思うんだけど、仕事がすごく押しちゃってとか、仕事の時間がなかなか思うように終われなくてとか、トラブルでとか、そういろんな事情があると思うから、1時間とか遅れることも
あると思うのね。でもなんか寝坊とかで毎回毎回1時間遅れてくるよっていう感じだったらさすがの私も怒る寝坊が毎回なのはもう人としてさ、やばいじゃん。私との約束そんな楽しみじゃないのかなとか思っちゃうから、30分とか1時間とかの遅刻は全然時間が潰せるなって私の中でね思うからいいんですよ。どうせ遅刻してくるんだったら30分から1時間遅れてきてくれた方がありがたいなって私は思っちゃうの。そうでね、まあ10分前とは言わずに5分前には集合場所に行けるようにっていう意識はしてる。たまにあるかもしれないです。ごめんなさい。食べる。タルタルソースって美味しいよね。ケチャップを多めに入れすぎちゃって酸味強め。でね、ここまでは私の意見じゃないですか。で、例えば仮に恋人とのデートだった場合で、あのね、その相手のために車で相手の家までこう向かうじゃん。大体ここ1時間ぐらいかかるとして、その何時何時に明日迎えに行くねっていう話を前日にお互いしてて了解だよっていう話もしてるじゃない。でね、まあ間に合うようにさ、この人はさ行くじゃない、迎えに。そしたらさ、その着いたよって言ったその電話でこの子がごめん、え、今起きたわっていうパターンってあると思うのね。こういう仮のストーリーを作って話をしたんだけど、私の一緒にいた子はその迎えに行く側になることが多い子だったの。でね、ごめん今起きたって言われて、やっぱりさ女の子とかってさすごい時間かかるじゃない、準備に。メイクとかでだいたい、まあ長い子で1時間ぐらいかかるのかな。私はトータルの家出るまでの全部の準備の時間とか、まあだいたい1時間半とか、もうなんかたまにさ15分とか10分ぐらいでもメイク全部終わらせられるよみたいな子いるけど、私はできないのそれが起きたこの子 の準備する時間がじゃあ1時間ぐらいかかるよと。だからこの迎えに行った子は待ち合わせ場所の近く、まあソロコンチの前なのか、その近くのコンビニとかの駐車場とかなのかわからないけど、で1時間さこの人はさ待たなきゃいけないわけじゃないでしょ。で、私がさっき言ったみたいに、その1時間っていう時間があるなら、そのドラマ見たりできるから待てるって言ったので、確かに車の中だし、そのカフェとかにも入る必要ないじゃん、駐車場さえ見つけられればさ。止めていい場所限定だけどね、サブスクとかでさ、まあこうドラマとかをさ見て待てるわけじゃない今でね。なんでもない日の待ち合わせとかの遅刻とかだったらいいけど、例えばそのわざわざ車を借りてこの人の家まで1時間ぐらいかけて行ってってことはさ、こっちにさ手間がかかってるわけじゃない、車を借りる手間、待ち合わせ時間に間に合うようにちょっと早起きして早く準備して向かう手間。一緒にいた子もそういうのを手間だと思うタイプじゃないと思うんだけど、怒らないのって聞いたの。例えばその日がすごく大切な記念日で、ちょっと車で遠出して温泉に行くとか、例えばいや、どっかの宿泊まりに行くとかでさ、なんかそのチェックインの時間と、いろいろプランを考えてさ、何時に向こう側着いて、ランチして、ここ行って観光して時間潰して、じゃあチェックインの時間間に合うようにしようねとか、例えば決めてるとするじゃない？寝坊しちゃって、じゃあ準備に1時間ぐらいかかるって言って、1時間待たなきゃいけないってなると、プランが全て1時間後ろ倒しになるわけじゃないですか。ね？それの場合だと、なんかまたちょっと普通にドライブ行こうよとか、車ブーンと飛ばしてお買い物行こうよとかとはまた違ってくるじゃない？そうなった時に怒らないのって聞いたの。怒らないって言ったの。でね、なんでって。もし私だったら怒ることはないかな。プンプンしたりすることはないかな。その後に合流した後に楽しくない雰囲気とか続く方が嫌だから。それはね、その子も同じこと言ったの。その子が言ってたのが、こっち側は、まあ言うなればさ、待ってあげたじゃんって。その日一日その子よりも少し優位な立場に立てるからラッキーじゃないぐらいなことを言ってたの。すごいなと思う。なんか思えないなと思って、すごくない？あ、私にはないなと思ったから。だからこそそういう例えば一日プランを練ったようなデートとかだったとしても許せるって言ってたの。本当に遅刻ってなんか相手がどれだけ許してくれるとか、何分だったらいいやとか、そういうことじゃなくて、そもそもしちゃいけないことなんだよなっていうの
改めて思った一日でした。衝撃的だったもんな。私にはその考え方がなかったから、別にいいとか悪いとかじゃなくって、借りを作るじゃないけどさ、こうしてあげたから、こうだよね、みたいな。なんかそういうのってやっぱり人間って自然となるそういう考えになったりもするのかななんて思って、私はねその迎えに来てもらった時間に起きましたっていう経験は今のところないんだけど、今後もその日一日が申し訳ない気持ちでいっぱいにならないように寝坊は遅刻はしたらダメだなって思いました。ご飯食べてる時が一番幸せだよね。ちなみにみんなはさ、今までどんな遅刻をやらかしたことありますか？私は一回だけ忘れもしない、一回だけ結構大きな遅刻をねやらかしたことがあるの。その日がねちょうどとある作品の本番の日だったの、舞台で。でね、君島さん、君島さん、今どこにいますって言われて、え？って時間見るじゃん。やばーってなったの。そんなこんなで、なんだかんだね、今ね、多分30分ぐらい撮ってるんだよね、これ。編集頑張ります。撮影まで少しね、ゆっくりして、台本とか確認したりとかして、今日も頑張っていきたいと思います。この動画が良かったと思ったら、ぜひグッドボタンと下のチャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラムとツイッターもやってますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。それでは今日も見てくれてありがとうございました。ほぼ週刊君島美月でした。バイバイ。チキン南蛮食べたくなった人は絶対いいね、チャンネル登録してね。またね。Oh my gosh!